旧東松山駅東口東松山駅は埼玉県東松山市や弓町一丁目にある東武鉄道東上本線の駅である。駅番号は TJ29 相対式ホーム2面2線の地上駅で協場駅舎を有している。改札外とホーム間を連絡するエスカレーターエレベーターが設置されている。かつては島式ホーム2面4線で 半数程度の列車が当駅を始発終着駅として池袋駅方面へ折り返していたが、一駅より駅よりに森林公園駅と森林公園研修区が新設されたことから、1977年10月21日大屋改正から、全列車が森林公園駅へ延長運転を行うようになり、不要になった外側に線が撤去され、現行の形態となった。 東松山駅周辺整備計画事業に合わせて、東口には2008年6月14日正午に、市役所行政サービスコーナー、東松山駅前交番などが入居する、東松山市、ステーションビルが開業し、改札外への出入り口が変更された。東松山市は、オランダヘルダーラント州、内名編市と、姉妹都市提携していることから、 ステーションビルの外壁にはレンガを使用している。既存の駅舎は1974年に建設されたものだが2008年から2010年にかけてエレベーターの新設などを含めた改良工事が施行されている。2008年度はエレベーター、オストメイト、多目的シートベビーチェアが設置された多機能、トイレ、ベビーチェアが設置された一般トイレ、発車表のコンコースへの新設。 ホームに設置されたものの更新、ピクトグラムを使用した出口案内板を新設した。2009年度には、ホーム屋根の更新、壁塗装の塗り替え、二重手すりか、既存駅舎の外壁をレンガに変更された。加えて、西口の駅舎改良、耐震補強工事も実施された。また同年冬頃には、自動券売機周辺のリニューアルが行われ、完成後に、 駅構内ブレ地図が設置された。坂戸駅管区参加の駅長配置駅で、高坂駅を管理する。2020年度の1日平均乗降人員は21,181人で、ある。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は、下記の通り。東口東口東口周辺は、東松山市の中心地を形成する。特に駅前から、 市役所にかけてのボタン通りと丸広通りは市内を代表する商店街である。駅舎の南北には共にロータリーが設置されており、南側は路線バスタクシー用、北側は一般車用のロータリーとなっている。また駅舎からはボタン通り入り口にかけてペデストリアンデッキが設置されている。西口は民家が多く、東口に比べると完成である。当駅は 高野瀬駅、熊谷駅、川越駅といった各方面の駅への連絡バスが発着する拠点となっている。ありがとうございます。